グレンデールはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はカリフォルニア州グレンデールにちなむ。グレンデールは1943年4月6日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール社で寄港した。1943年5月28日にシャーリー・シュリクトマンによって命名浸水し、 1943年10月1日に、艦長ハロルド・ジェイド・オブラー沿岸警備隊少佐の指揮下収益した。南カリフォルニアでの成長に続いて、グレンデールは1944年1月12日に、カリフォルニア州サンディエゴを出港、2月17日に、オーストラリアのケアンズに到着した。1944年後半までグレンデールは、 ニューギニアを拠点として到着、出航する商船の対潜水艦及び対航空機護衛任務に従事した。9月14日、グレンデールはモロタイ島攻撃部隊に参加するためニューギニアのフンボルト湾を出航し、商船の護衛任務を担当した。9月24日にフンボルト湾に帰還し、ニューギニアとフィリピン間での護衛任務を継続した。 1944年12月5日、ホーランジアから、レーテ島に向かう、戦団護衛任務中にグレンデールは、日本軍機の攻撃を受ける。この攻撃で貴重な新型レーダー機材を積んだ、貨物船、アントワーヌ・ソーグレインが沈没し、マーカス・デイリーも大きく損傷した。しかしながらグレンデールは残る戦団を、レーテ島に無事送り届けた。グレンデールは12月8日に、 レーテ島を出港し、1945年1月24日に、マサチューセッツ州ボストンに到着した。オーバーホール後3月28日に、メイン州カスコアンを出港し、4月26日にワシントン州シアトルに到着する。グレンデールは1945年6月12日に、アラスカ州コールドベイで退役し、ソ連海軍に引き渡された。 艦長のアンブローズ・シムコ少佐は、他のソ連対予艦の艦長と同じく、ソ連から記念の探検を贈与された。ソ連では、護衛艦を意味する EK の略号が付与され、EK-42 と命名された。EK-42 は1949年11月16日に、横須賀でアメリカ海軍に返還され、1950年10月11日に、 最終駅した。朝鮮戦争中の1950年12月、グレンデールは陸上の国連軍を支援して、港南、富山を呼び、二川の紹介を行った。グレンデールは、韓国海域での戦闘で、大韓民国主君部隊賞を受賞した。1951年10月29日に、グレンデールは再び退役し、タイへ退与される。タイでは、 タッチンの官名で収益した。グレンデールは1951年11月20日に除籍された。グレンデールは第二次世界大戦の戦考で5個の朝鮮戦争の戦考で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。